72丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス7番外線の駅で、ある。マンハッタン区、アッパーウェストサイドのブロードウェイと西72丁目、アムステルダムアベニューの交差点に位置し、1系統、2系統、3系統が、終日停車する。72丁目駅は1904年10月27日、 マンハッタン本線のシティホール駅から145丁目駅間が開通した際に開業した。開業当初の駅は IRT の基準に満たない構造でホーム及び階段が非常に狭くなっていた。当時は駅出入り口が南側の駅舎の一箇所のみで切符売り場及び改札口は駅舎内にあるが南北ホームで別々となっており改札内で 南北ホーム間を行き来することはできなかった。ニューヨークシティトランジットオーソリティは1950年代に当駅を急行停車駅から急行通過駅に変更することを検討していた。2002年10月29日に大規模な改修工事が終了し、駅の北端、ブロードウェイと西72丁目、アムステルダムアベニューの交差点北側、ブロードウェイとアムステルダムアベニュー中間に、 新しい駅舎が作られ駅の出入り口は2カ所となった。また、この新しい駅舎にはエレベーターが設置されており、当駅は ADA に準拠する駅となったほか、新駅舎側改札口は改札内で南北ホームからの通路が合流しているため、南北ホーム間を改札内で行き来できる駅となった。1980年5月6日に開業当初の 駅舎が2004年9月17日に駅全体がアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定された。駅は島式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した地下駅である。駅には次の2カ所に駅舎があり、どちらも入り出場に対応している。駅北端の新駅舎が改札口は南北ホームからそれぞれ階段2つとエレベーター1機が接続している。 改札外では改札内において南北ホームからの通路が合流するため南北ホーム間を改札内で行き来することが可能である。改札口は駅舎北側と南側の2箇所に分かれており、どちらも回転式改札機があり南側改札口のみ、切符売り場もある。なお、当駅はこの新駅舎側改札口を利用する場合のみ、 エレベーターで地上からホームまで行くことが可能である。また、こちらの改札口には、ロバート・ヒックマンの制作したアートワーク、レースのカノピーが飾られている。このモザイクアートは、正しい角度から見ると、模様のつなぎ目が、ジュゼッペ・ベルディ作曲のオペラ、リゴレットの楽譜の一部に見えるようになっている。駅南側の旧駅舎側改札口へは、北港ホームから階段が3つ。 南港ホームから階段が2つ接続している。こちらの改札口は、駅舎北側の改札口が北港ホーム、南側の改札口が南行ホームと独立しており、改札内で南北ホーム間を行き来することはできない。北港ホーム側改札口は無人で回転式改札機があり、南港ホーム側改札口には回転式改札機3機がある。 ありがとうございます。